2023秋先取りコーデということで、今日もキャンキャンスタイリストの田辺沙織さんにお越しいただいてます。はい、スタイリストの田辺沙織です。せーの、マイド。今年も早いものでもう9月です。今日は秋の先取りコーデを沙織ちゃんに教えていただこうと思います。はいはい、沙織ちゃんはもう今年の秋に着たい服って決まってますか？もうめちゃくちゃあります、はい、特にこの秋はレトロクラシックが、レトロクラシック、はい、気になるワードです。ちょっとレトロでクラシックもそのまんまだけど、はい、なるほど、ちょっと昔懐かしいけどシックでクラシックみたいな感じの雰囲気。今日はじゃあそのレトロクラシックのね、着こなしを紹介していこうと思いますが、はい、青木さんの2023年の秋服もレトロクラシックがテーマになってるんですよ。なので今回はちょっとレトロクラシックの着こなしについて田辺が、うん、ご紹介していきたいと思います。まだ残暑残ってるけど早く着たいですね。ね、なんかまだちょっと暑いけど、うん、今回ね紹介するものの中で秋の先取りコーデをレクチャーしていくので、はい、ぜひ皆さんも日々のコーデに取り入れてもらえたらと思います。はい、はい、めっちゃ可愛いよ色が秋やそれや、色が秋やそう、今回のコーディネートは先ほど言ったレトロクラシカルを取り入れております。めちゃくちゃ着こなしてますよ。本当ですか？すごいかっこいいし、めちゃくちゃ似合っております。嬉しい。で、まさにみゆちゃんがさっき言ってくれたみたいに、うん、色が秋なんですよ、はい、もうね、このアイテム自体は半袖とかで夏らしいものなんですけど、うん、カラーをベージュからブラウンのグラデーションにすることでこっくりとした秋の雰囲気がマシマシになるんです。なるほど、ブラウンのアイテムですね。そう、中に着ているニットはまだね、涼しげな半袖のリブニットを着てもらってます、はい、多分素材もちょっとシャリッとした感じで、夏からね涼しげに着られるニットなんですけど、はい、クラシカルなジャケットを肩掛けするだけでぐっと秋感を強めることができるのでございます。簡単ですね。じゃあもうジャケットを羽織ればいいですね。そうです。この秋冬はもうジャケットはマストアイテムなので、うん、秋一番にゲットしておけばこれから先使えるという感じで、もう活躍が間違いなしのアイテムになっています。でね、今年のねジャケット選びのポイントは、うん、結構カチッとメンズライクなものを選ぶと、うんうん、とっても今年らしく仕上がります。なるほど。なんかレディースのジャケットとメンズのジャケットどっちでもいいんですか？結構メンズのアイテムを小さめのサイズで着るとかもありだと思うし、うん、で今回着てもらってるジャケットはレディースのものなんだけど、うんうん、ちょっとね肩がしっかりしてたりとか、なんかボクシーな感じのこうシルエットになっているので、うんうんうん、ハンサムでちょっとレトロクラシックな雰囲気が出るようになっております。はい、はい、チェックの柄もすごい可愛いですね。可愛いですよね、うんうん、なんかいろんなアイテムと合わせやすそう。そうなんです、うん、モノトーンのカラーになってるんですけど、こういうブラウンのパンツと合わせても相性がいいし、何にでも合わせやすいジャケットです、うん、結構濃いめのブラウンだから、うんうんうん、合わせやすいかなって思います。そうですね、うん、確かに大人っぽくも作れそう。大人っぽみゆちゃんいいですね小物合わせもぽってりした厚底のローファーだったりとか、あとはみゆちゃんがお得意のメガネ、とっても似合っている。でこういうメガネとかローファーとかでちょっとトラッドに振ってあげると、うん、さらにこうクラシカル感が出ていいと思います。なんかスカートとかとも合わせたいですね。確かに女の子らしくも。みゆちゃんだったらどんなスカートと合わせますか？プリーツスカートとか。あ、いいね、うん、絶対可愛いね、プリーツスカートと合わせるのもすごく良さそう、うん、あともしさ私服だったとしたら、うん、ミニスカとかにしても可愛いかも。あ、可愛いですね。ね、黒のちょっとロングブーツとか合わせても可愛い。いい、うん、妄想が広がりますね。いいですね、秋コーデの。確かにベレー帽とかも合わせたいな。ちょっと待って、まだ見たことないよベレー帽みよちゃん次回ベレー帽をちょっと持参したいと思いますいいですね、うん、でベレー帽合わせも絶対可愛いや、うん、そんな感じでこのジャケットはオンオフ問わずに着回せるので、うん、1枚持っておくと大活躍間違いなし、ね、いいですね。なんかもう欲しくなりました。コーデの幅が広がりそう。やった、うん、はい、2つ目のコーデです。色が秋やこれも似合ってますね、はい、色が秋やコーデ
今季はレッド、イエロー、グレーなどがトレンドカラーなんです。その中でも今回はオフィスに着やすいレッドの中でもボルドーをチョイスしてみました。みおちゃんの、あの透明感があるねお肌にこのこっくりボルドーのブラウスがさらにね映えて透明感を引き立ててくれてる気がします。もうなんかこのボルドーはもうザ・秋って感じしますね。ね、これを1枚着てるだけで、うん、おなんかちょっと秋先取りしてるなみたいな雰囲気になるなって思うんですけど、うん、意外と素材はシャリッと涼しげなんですよ。涼しいね、うん、でさ袖のところがちょっと透けてて、うん、肌がほんのり透ける感じもとってもセンシュアルで素敵だと思いますよ。可愛 いです ね素材もなんかちょっととろみがあってね、可愛 いよね、うん、あとさ、ちょっとここがなんかプリーツになってる感じも、あ、本当だ、表情が出て、おしゃれ感がまたね、ここも出てるんじゃないかと思います。可愛いです。なんかブラウスで秋を出せるのいいですね。ね、うん、なんか簡単にね、1枚とりあえず取り入れるだけで、うん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 、速攻秋感が出るなって思います。はい、で、忘れちゃいけないこのジレセットアップは、私たちが大好きな大好きですね。この間投稿されたコーデ対決企画の時にも選んだ、うん、2人とも選んだ。そう、たまたまね、やっぱ推しアイテムですね。ちょっとそうなんですよ、うん、まだね秋も引き続き推しアイテムで、こういうあのこっくりカラーのブラウスにも軽やかな色味なので、うん、合わせるとすごくねなんか暑苦しくなく着れるなと思って、うんうんうん、このねジレのセットアップも選んでみました。軽いんですよ、これ着てて、うんうん、そうだ、そうだよね。なんか暑くないし、本当になんか軽やか、軽やかに着れてるよね、うん、そうそう、このねジレもあんまり素材がすごく厚いものじゃないので、うん、重ね着してもまだそんな、なんか背中厚いみたいな感じにならなさそうだし、うんうん、確かに。であとはオフィスの中で着るときはジレをこう外してね、うん、こう1枚でブラウスだけで着てもいいかなって思います、はい、ちょっと肌寒くなってきたアフター5の時にジレ羽織って、うん、街に繰り出すって、あ、いいですね。なんか残暑残る9月にはぴったりのコーデだと思います。さすが、その通りです。はい、9月から着られるコーディネートにしてみました、うんうん、めっちゃ似合ってるよみおちゃん、ね、もうなんか秋先取り感満載ですね。あとこのなんかベージュとボルドーで、で、あの頭にねヘアにもこうちょっとブラウンのリボンをつけていただいたりとか、はい、で小物もちょっとブラウンのものにしたりとか、うん、ちょっとこっくりカラーでまとめるともう分かりやすく秋感が出るので、うん、ぜひトライしてみてください。真似しやすそう。やった、うん、でみおちゃんはこのコーデを着てどこに行きたいですか？丸の内でご飯、あ、ランチ、いいね、いいね、いいね。これ周りの丸の内 OL もちょっとびっくりしちゃうようなおしゃれガールになっていると思います、はい、うん、なんかどこにでも行けそうですね。お買い物もできると思うし、うん、ね、いいね、いいね、うん、それこそさ、このコーデもボトムをなんかちょっとスカートとかにしても、あ、めっちゃ可愛い気がする、ね、うん、なんか私服にも使いやすそうですね、このジレ。デニム合わせたりとかも可愛いと思うし。だって、そうだよ、うん、だって私たちあの時ね、このジレセットアップゲットしちゃったから。いや、そうなんですよ。これもね、私服でも合わせて着こなし楽しみたいなって思っております。はい、はい、はい、次は3コーデ目。このみおちゃん、はい、私ね、ドタイプです。私もめっちゃ好きです。可愛い、レディーでクラシカルな感じが素敵です。で、今季はレトロクラシカルって言ったんですけど、はい、その中でも、ね、3コーデ目はちょっとレディー感を強めてみました。で、選んだアイテムはこのツイードミエカーディガンです。このカーディめっちゃ可愛いよね。めっちゃ可愛い。なんかちょっと目がギュッと詰まった感じで、うん、ニットのカーディガンなんですけど、ツイードジャケットの一歩手前みたいな、うん、このカーディガンは素材感もポイントで、ちょっと目がキュッと詰まってる感じとか、ツイードっぽくね、ポコポコ少ししてる感じがあるのが可愛いんですよ。で、今季は特にこんな感じで表面感があるものとか、ポコポコふわふわとか、ツイード感とか、そんな感じで表面感があるアイテムがとてもトレンドです。なるほど、勉強になりますね。ありがとうございます。あと、なんか伸縮性もあってすごくこう着脱がしやすいです。あ、本当、うん、すごいいいね、それも。あ、本当だ、うん、気持ちいいです ね、ストレッチ性が効いてていいとこ取りだね、うん、ジャケットとカーディガンでいいとこ取りで、うん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 、秋始めに着やすい素材感だなと思ってセレクトしてみました、うんうん、あとこのさ、ボタンのついてる感じとかポケットのデザインもクラシカルで
可愛いですよね。可愛いです。形もなんかすごくしっかりしていて、うん、でちょっとカチッとカーディガンみたいな感じでちょっと頼りない感じっていうよりかは、うんうん、ジャケット感覚で着れる、ね、肩書きもしやすいです。うん、そうだからね、夏から本当に取り入れやすくて、で今回は半袖の涼しげなブルーのブラウスの上にさらっと肩掛けしてみました、はい、こんな感じでね、こう肩掛けしたりとか、うん、この間動画でレクチャーしたようにあのカーディガンを結ぶとか、うん、そんな感じで取り入れてもらえれば今からすぐ使えるアイテムになっています。で今回は私服ミックスにしてみまして、黒のスカートと合わせてみました。どうでしょうか。なんかこんな感じのスカート合わせだったらオフィスでも着やすいし、あとアフターファイブでもこれちょっと映え感があってね、デートとかにもぴったりなんじゃないかなと思います。デートにぴったりですね。かわいい、すごい、うん、こんな感じでなんかレディーな感じを強めたかったので、ロングスカートだったりとか、あとメリージェーンに、あの足元ですねはメリージェーンの靴にしたりとか、あと耳元もビジューのイヤリングをつけてみたりとか、ちょっと映え感のあるアイテムをプラスしてコーデを盛り上げてみると、なんか一歩先行くなんかオフィスコーデプラスアルファみたいな感じでね、いいですね。いいですね、うん、可愛く決まると思います。めっちゃ可愛い、うん、あとね、すごく、あ、そう、これさっきも色の話で言ったんですけど、はい、グレーのカラー今年トレンドっていう話をしたんですが、そうなんですね。そう、グレーはね、うん、今季すごくトレンドの色なんですよ、はい、で、グレーの合わせはワントーンで淡くまとめるのもいいんだけど、うん、今季は割とこういうブラックとかでグッと締めてなんか大人っぽく着こなすのもトレンドになってます。なるほど、うん、私このトップスのブルーとの合わせも好きです、ね、それにこのね黒をね締めるっていうのがいいですね。ね、でこのブルーのブラウスは夏のね、うん、夏物のアイテムだったから、うん、なんかこういうね、もともと持ってる手持ちのアイテムにこのカーデをねプラスしてあげるだけでこちらのコーデが完成いたします。簡単簡単、すぐできる、できる、真似してちょ、欲しい、買って買うぜひ秋先取りアイテム、めっちゃ欲しくなりました。嬉しい。私的に一番のコーデはこれ、ね、なんかレディーな感じがすごく可愛かったです。じゃあこのカーデをぜひゲットしてください。ゲットします。まだまだ暑い日が続くんですけど、この動画を参考に秋先取りコーデを楽しんでもらえればなと思います。皆さん最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。